こんにちは。チャンネルリボン、リボンです。今日のリボンの講義は、発達障害は診断されてないグレーゾーンの人が一番、人生苦しむというお話です。今から見ていただく VTR に、心当たりのある方、きっと苦しいと思います。一度、チェックしてみてください。グレーゾーンの方が一番困ります。まだ診断下ってるがマシですよ。チャンネルリボン。なぜだか毎朝起きれない。特に雨の日は体が重い。じっとしてるのがちょっと苦手だ。あれ俺は僕の出来がないんだ。変に持ってんじゃん。幼い頃から2分前着席アウトだよ。1秒ぐらいセーブしよう。ルールだから。だる、融通効かねえ。変な人だと俺も講義やるし一緒に行こうぜ。なんで先輩にタメ口。仲良くなったらいいのかなって。非常識すぎ、天然だな。下手すぎだろ。リボイスに激しすぎ。周りから笑われることで学生時代を生きてきた。ちゃんとしようとしてるのに、なんでこうなるんだろう。ん ADHD。 おはようございます。おい天狗、昨日発注間違えたから。え、確かにポスター30部送ったはずで。あ、なんでお前は。もう新人じゃねえんだぞ。できない理由とかあるのかな。実は僕 ADHD なんです。え、生まれつき注意力がなかったり、衝動的で落ち着きがなかったり、頼まれたことをすぐに忘れたりする障害で、子供の頃から困ってるんです。いや、お前別に普通じゃん。診断とか受けてきたのか。はい、ネットの診断を受けました。あ、ほぼ当てはまってて疑いありって出てたので。そんなの当てねえ。お理解ほどお願いします。何やってんの。資料の間違いを直してて。そんな仕事頼んでないじゃん。まあいいや、倉庫にリーフレットがあるから至急2000部英会議室に。お前さ、俺じゃなくて資料女じゃん。ああ、説明する意味ないじゃん。これは ASD って障害なんです。 ADHD の半数以上が合わせ持っている ASD。 これは文脈や暗黙のルールを読みづらく、周囲に合わせられない障害だ。そのため。すげえ匂いの食べてんな。てかその資料そんなとこ置いて大丈夫なの。社内で掴んで大丈夫です。いや、汚れるじゃん。遠回しな注意がわからなかったり。4階の B 会議室から通知書50部急ぎでもらってきて。4階のどこ行くんだっけ。はちょっと前。はい、普通お前よけるだろ。常識がないと言われたりする。働けないか。前向きに検討しますわ。断り文句なの。国会議員ってやったやついないから。長押ししてるから消したいのかな。これは2回やって消すんですよ。したかったわけじゃねえんだよな。え、あ、すいません。第1弾はリザードが2種類でね。そっか、ずっと鳴ってるよ。あ、夜電話するって言ったろ。何回かけさせんだよ。これも ADHD の過集中で。あ、おい、デング、集中しろよ。 ADHD は気が散りやすくて、お前すぐ言い訳が出たのも ADHD の防衛本能が。いい加減にしろよ。何でも病気のせいしてんじゃねえよ。お前の努力不足だろ。でも自傷で障害を盾にすんなよ。診断書もらってからいいや。今は10人に1人が ADHD と言われていますから。俺の生きづらさにようやく答えが。結果が出ました。どうでした。障害者手帳2級ぐらい。え、もしや1級。まさかそこまでは。あなたは発達障害ではありません。おお、どうだった。診断書見せてみろ。なんかグレーゾーンって。え、発達障害の特性が一部認められても他の項目が満たなかったり、症状に波があったりすると診療者との間を取ってグレーゾーンと診断されるんです。ただ不注意の傾向はかなり。それただの無駄じゃん。医者も大変だな。でも本当に ADHD の人失礼だろ。二度と言い訳使うんじゃねえ。あ、俺だってこのようにプラシーボ効果も得られるかと。プラシーボですよ。まあまあ一応正しい日本語として。ふざけてるわけじゃない。だけどこれ深夜も追加して。こちらの予算ですと。じゃあ中吊りで集客するとか。そちらも。じゃあ G コムの番組で取り上げてよ。そんぐらいできるよね。怒ってるからなだめるのが普通なのかな。できることにして後で断ろう。できるかもしれないです。頭の中がいつもいっぱいでとっさに浮かんだことをやってしまうんだ。お世話になります。連合国の天狗です。爽やかだね。一見普通に見られても、本日は先日お伝えした日によって調子が変わりすぎるから。お前何これ。こんなの入社1ヶ月後の内容じゃん。人並みのことをするのに、あ、何倍も時間がかかってしまって。甘いの別に必要じゃない。甘いの努力不足だろ。いくら頑張っても誰にも認めてもらえない。先生本当に辛いんです。あなたは正常です。でも働けてるし学歴も高いじゃないですか。もう少し頑張ってみませんか。病気とは診断されないから公的な支援も
行きづらい。初期払いを始めます。ササミ頼んで。はい。ササミ。畳の部屋に移動とかって。お前ほんとやばいね。無意識に人を怒らせるから。前言ってたことと違うじゃん。反省の色が見えないんだよ。色？は？発言するのも怖いんだ。ノルマどうすんだよ。お前だけ見たつじゃん。黙ってないで。一人で抱え込みすぎだよ。僕も協力するので、みんなで頑張りましょう。ございます。チャンネルリボン、リボンです。ここ静岡はね、うん、とても景色が良くて空気も良くていい感じです。さあ、今日はですね、発達障害グレーゾーンのことについて、後半の、解決編に向かっていきたいと思います。今から見ていただく VTR は、普通の一般の人が、正義感を持って何とかしてあげようとした際にどうなってしまうかと、最後に私の、それをどう解決していくかというお話です。最後までじっくり見てくださいね。チャンネルリボン。まずは優先順位をつけよう。時間配分を決めて一つずつ終わらせるんだ。以上です。話す速度は今の2倍ゆっくりで、ね、先失礼します。そうだわ、完璧に作ろうとせず7枚できたら応用してくれ。面白い発想だな。アイディア豊富じゃん。よろしくお願いします。検討してまた返事するよ。契約取れました。これからもみんなでカバーし合っていいところを発揮していこう。はい、ジーグルの番組で取り上げる件どうなってます。はい、そのようなお話はなかったかと。ケイグさんがやるって言ってたよ。いや、そんなことは本人は言ってないようでして。ジーグルできないから決まってたぜ。ちょ、待ってみる。絶対言ってないと思います。絶対だな。ゲイモ食品からメールが来ます。え、どうかな、CC を外して送ってたみたいで。いやいや、本当に断ったつもりで、やめていけたら断りまくって。ペグ、もう何もしないでくんない。いつか普通の生活がやってくる、そう思い続けて28年間生きてきた。なのに何をやってもうまくいかない。今日から皆さん、ペグダーの配送だ。ゲーム出資料、行きました。おいおいおい、さすがペグダー、全然違うじゃん。え、何だいって、こんな見てるのじゃん。おう、好きだ。さよなら、キャリアの社長ねえな。よろしくお願いします。いかがだったでしょうか。このようにしてですね、発達障害グレーゾーンの方はですね、うまくいったなと思いきや、一人でやったことがやっぱり抜けてしまって、人に迷惑をかけて、最後はお前もうやらなくていいってなってしまうわけです。じゃあどう解決していくかなんですけれども、まずは、子どもの頃の、育て方について一つ目、これは、ADHD だなと感じた子どもがいたとしますね。自分の子どもだったらば、まず、安受け合いをすぐにしてしまいます、子どもね。あとはすぐにやりたいと言って新しいことをやりたがる、そのことがあります。でもすぐに気が変わってもうやりたくないって言ったりしますね。それをどうするか、書類を書かせます。もう小さい頃からそういう癖をつけますね。ですから、本人が例えば何々がやりたいと言ったらですね、まずそれを、やらせるためには、書類を書かせます。本人に辞書で、これがやりたいです、やめませんということをちゃんと書かせます。そして、一応期間を設けます。例えば、柔道を やりたいと言ったら、黒帯までは絶対に頑張る。で、そうしてゴールを決めておくことで、本人はずっと続けなくちゃいけないという悩みはなくなります。そこまでいけばやめられると思いますので、頑張りますので、それできちっと最後まで終わらせる癖をつけさせます。まずこれが1点目です。あと2点目は、人に振ってもらった仕事をやらせるということです。その子の特性に合ったものを、人の3倍4倍やらせます。集中力は自分が好きなことに関してはすごく高いです。ですから得意なことに関しては3倍4倍、やることができます。ですから仕事もですね、振るときにみんなと同じ、量を同じように平均的にではなく、その子にだけ特化した、何かをボンと与えて、しかもすごい量を与えます。そうすると他の子と、同じぐらいの仕事量になります。
ので、そのようにして使っていくと、いけると思いますね。ADHD の方やアスペルガーの方っていうのは、作曲家さん向いてます。ね、耳がいいなんて人も結構いて、ですから、やってみるといいんじゃないのかなと。その代わり、自分をプロデュースしてくれる人が横で、サポートしてくれる人が、必ず必要です。そういうことで、皆さん頑張ってみてください。